まったく行動が安易ね。故郷で待ち伏せされるのは想像できたでしょ。ご両親に会いたかった？悪いかよ、普通のことだろ。そう。まあでも浅はかだった。あんたの言う通りだ。俺たち行くわ。気をつけてね。いつも以上に警戒が厳重よ。あなた以外にもこの村に来てる人がいるらしいの。誰？アンジール。そうか。そうか。あなたが倒したんでしょ。驚かないのね。神羅屋敷から出られたのはあいつのおかげかもしれない。なるほど、目撃情報は本当だったのね。でもどうしてゴンガがなんかに来たんだろう。あなたに会いたがっている。それ以外何があるの？いるなら逃げろ。アンジル、タークスが見張ってるぞ。10分だけ時間をあげるわ。それを過ぎたら私はタークスに戻る。戻る？今はそんな気になれない。ご両親に悲しい報告はできないもの。お袋どうしてる？心配してるわ。こんなことになってしまったらもうお嫁さんに会えないんじゃないかって。なんだよそれ。いいご両親ね。とっても元気よ。そうか、元気ならいいや。本当。あんたのとこは？私は神羅に育てられたの。なあシスネ、お袋たちの話し相手になってやってくれないか？そうね、よろしくってよ。嫁にどうだって言われると思うけどな。もう言われたわ。なんて答えたんだよシスネ。それ本名じゃないの。ほらあと5分よ。アンジール、やっぱりアンジール。待ってくれよ。やっぱりアンジールなのか。行ってみるしかないな。